核燃料とは、核分裂連鎖反応を起こし、エネルギーを発生させるために相当期間子炉に入れて使うものを言う。ウラン 233, ウラン 235, プルトニウム239などを指す。ウランやプルトニウムなど、核分裂連鎖反応を起こし、エネルギーを発生させるために相当期間子炉に入れて使うものを核燃料と呼ぶ。純金属、合金、 酸化物等の個体として利用するのが一般的であるが、水溶液、溶融合金、復化物等の液体の状態で利用する場合もある。日本においては、原子力基本法第3条で、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において、高エネルギーを放出する物質として、核燃料物質という語が定義されており、天然ウラン、濃縮ウラン、劣化ウラン、 プルトニウム及びこれらの化合物並びに、これらを含む物質で原子炉において燃料として使用できるものを言う。ウラン238及びトリウムは中性死傷者によってそれぞれ核分裂性の239プと 233U に変化するので燃料親物質と呼ばれるが、抗議には核燃料物質に含まれる。F1 ウラン鉱石、F2 ウラン成功 F3UF66。 復活ウラン F4 燃料ペレット F5 検査中の燃料集合体ウランは地球上の近くや海水中に広く分布しており、土壌には平均2から午後4時、海水中には 0.003ppm 含まれると推定されており、その総量は銀の40倍、鈴と同量に及ぶ。そのうち確認火災埋蔵量は547万トンで、 火災年数は60から80年と推定されている。交渉のある主な資源国は、オーストラリア、カザフスタン、ロシア、南アフリカ、カナダ、アメリカ、ナミビア、ブラジルなどで、石油のように極端な資源の偏在性はない。原子燃料とも呼ばれる。核分裂性物質と同義語に使われることもある。用語辞典 P50。 核燃料現在の技術ではまだ実用化されてはいないが軽い核種を高速で衝突させることにより融合させることでその質量エネルギーを利用する核融合も未来のエネルギー源として期待されておりその燃料である二重水素及び三重水素も抗議の核燃料といえる天然ウランよりもウラン235の含有率が低いものを指す英語では リプリーテッドウラニウムというが、日本語では、使用済み核燃料など、核分裂によって、ウラン235が消費された結果として生ずる、ものを、原損ウラン、核燃料製造時の濃縮の副産物として生ずる、ものを、劣化ウランと呼び、用語、訳語を区別している。発電工学 P301、用語辞典 P117, 原損ウラン、P354、 結果ウラン詳しくは、各燃料物質、各原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条において、次に掲げる物質が、各燃料物質とされている。ウラン235のウラン238に対する比率が、天然の混合率であるウラン及びその化合物ウラン235のウラン238に対する比率が、 天然の混合率に達しない、ウラン及びその化合物トリウム及びその化合物前3号の物質の1または2以上を含む物質で、原子炉において燃料として使用できるものウラン2 3 5のウラン238に対する比率が、天然の混合率を超えるウラン及びその化合物プルトニウム及びその化合物ウラン233及びその化合物前3号の物質の1または2、 以上を含む物質用語時点 P51 核燃料物質、ウラン資源とその受給について、毒製法、油天然ガス、属鉱物資源機構、2020年1月23日閲覧。JISZ4001-1999 原子力用語6万 12How much depleted uranium hexafluoride is to add in the united states? 米国エネルギー庁、2011年8月22日へ閲覧、ありがとうございます。